紙に好きな魚を書いていきます。数が多いと楽しく遊べるのでたくさん作りましょう。好きな色を使いましょう。カラフルな色で塗ると可愛く出来上がります。ハサミで切り取った魚にクリップをつけます。クリップをテープで固定して完成です。割り箸にタコ糸を巻いていきます。糸を結びます。反対側に磁石をつけていきます。大きめの磁石を使うと糸が巻きやすいです。5回ほど磁石に巻きつけたら糸を結びます。